宮崎選手選球眼がいいというふうなところもありまして、2ストライクに追い込まれてからもう粘って粘って、これ結局16球粘るというふうなところ、まあ、これ宮崎選手の持ち味でもあるんですけれども、うん、大変だったのはこのファーストランナー、結構ランナーこう、ね、スタートを切っていた牧選手がかなり息上がってる感じでしたけど、ね、これは地獄っすね。これ地獄ですか。はい、もう早く打てよと思いますよ正直。やっぱりそう思うんですか。それは思うでしょ、こんなもうずっと何本走らされてるんですかそうですよね、正直ね。結局しかも10分ですから、もう汗だくになってますね。これ里崎さんもそういう経験あります、ランナーとかで。ここまではないですけど、それはもう 4,5 本あるっすよね。あ、やっぱありますか。いや前打てよって思うんですよ。そうですか。